国会は衆議院の予算委員会で2日目の審議が続いています。野党側は憲法改正や片山地方創生担当大臣の政治資金問題などを追及しています。中継です。はい、安倍総理は、憲法9条の自民党案がフルスペックの集団的自衛権の容認ではとの指摘を否定しました。限定的な集団的自衛権よりもさらに広いフルスペックの集団的自衛権の行使も可能となります。自衛隊の任務や権限に変更が生じることはない、嘘ではないか。自民党としてまた先の選挙で総選挙で公約として掲げたのはあくまでも自衛隊の明記でありフルスペックの集団的自衛権の行使を公約はしていないということは申し上げて、その上で安倍総理は自衛隊を明記するという自分の案は一石を投じるためで憲法審査会で議論を加速させたいと強調しました。また片山大臣は口利き疑惑で斡旋役とされる人物について秘書ではないと今まで答弁してきましたが私設秘書と明記された国会の通行証を持って活動していたことを認めました。野党側はさらに説明が必要だとして片山大臣の疑惑について集中審議を要求しました。